いやー、2015年もやっぱでっかい夢見たいよね。まだあれあんまやってなかったんだけどさ、久しぶりにやるって聞いて超テンションだ。あれビンビンな、ちょっと待ってダメダメ、やばいやばいなんかガチでやばい女の子がいるんだけど、え、何やってんのあれ、え何やってんのあれ、うわ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 、張り付いてる張り付いてる、うわ、もうクリスマス終わってんのにまだサンタ気分が抜けてねえぞ、大丈夫この人すいませんすいません、あの今からちょっと僕これやりたい、あら、あ、まあどうも、はじめまして、はじめまして、なんですか、テレビですか、うまいね、だいぶうまくなったみたいだね、だいぶやれるね、一応これリハとかやってないからね、世界のルイさんですか、やかましいわ、はじめましてどうも、何論さんでしたっけ、ぽい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 、ほら痛い痛い、ほら痛いよ、寒さでちょっとおかしくなってる、世界の山論です、あ、どうも、そっちかい、そっちかいですということで、2015年一発目の久々の OGG は、はい、スペシャルゲスト、今飛ぶ鳥とあれを落っことす勢いでおなじみの山論さん、あれってなんやちょっとやめてって、マジガチの嫁さんと子供おるぶっちゃけ、はい、これ俺らやったの見たことないよ、見たことありますよ、パーマンがすごい大好きで あれはマリモさんかなんかね、そう、二人でパーマンを2回ぐらい出しましたよ、ね、そうすごいはぁてれれれってれーパーマンドンって言ったよあれ2個出てきたよ、パーマンパーマンパーマン、どんだけパーマン好きなんですかマリモさん、おいおい、これまさかの2個レンチャンみたいな、欲しかったんで応募しようと思っていいよ出るまでやったら意外とね、はい、意外とまあ俺らまだ回数少ないけど、はい、乗ってないのが出る率高いのさっきちょっと見てたんですけど、パーマンとかどこにも乗らないじゃあもう今回ね久々に再会で、しかも初登場いただいてますこの OGG のね、はい、山論さん、でも引きとあれはもうビンビンだよやばいよ、うち来るかなんか見よったらもうびっしょびしょ、おお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 おやっちゃったの、やっちゃったの、我慢できなかった、我慢できな、欲しがるね、売れてる子は違うね、欲しがっちゃってるよ、集合前にさっきここに残骸がなんかあって、わ、誰か引いとうよ、誰か引いて、何これ、なんかちょ、いかんって、ほらほら怒ってるから、ね、焦げなん、これな、これじゃないですか、出てきてんの、これなんか捨てたから捨てたらいかんって、もうそげーしたっけ、もうほら ODD がなかなかできそうですよ、片付けて帰りましょうね、にしてもこれは何どうもこんばんはみたいな、これはほら見て、激レアだよ激レア、写真撮ってユージロー、ユージローやるんすよ、こうやってむむちょっと待ってよ、これ捨ててった人誰だよ、誰ですか、責任持って家にお母さんこれが出たよ今日はっつって、これのバイヤーさんすごいね、どこでこんなの見つけてくんだろう、さすがですすごいよねこれね、よし、じゃあやってみようよ、じゃあもうレディーファーストで、私からいいですか、もちろんそうよ、結構売り切れがね、すごいっすね、すげえ人気店だ人気店、ここを狙います、はい、行きます、さあ、引きの山の、あ、お、お、結構、え、どっちから出てくるんですか、それはもう開けてのお楽しみだ割とね、なんかメカニックな音がしたよね、カン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 って、結構重そうな人、え、重そうな人なんだそれ結構重いっすさあ、来ました、開けていいっすか、いいよ先輩、ここのリアクションだからねボタン押すまでは誰のみ、そうですね、開けて、ここからですね、開けてリアクションだから、行くよ、ほら、あ、見た見た見ちゃった、見たけどね、わからない、
さあ出ますよココイチのリアクションが。山郎さんが引いたのはふぅお金お金なんだこれ赤いすげえなんかドスケベな色してないかこれNo.2015年金まみれフンドームが出てきましたフンドームがねフンドームここにつけといて何言ってんだよここに赤いのつけといていいじゃんもうこれでもう2015年はもうビンビンだよもう2015年でしょ2015年誰が一番つあおつまでしかない投げよ良いのか試してみようレレレのレあもう来てた僕やっぱこれなんですよ残り物にはカモンあカコンカコンって感じ音はちょっと軽かった、ね、軽かったですねこれよりはうわすげえキラキラちょっと待ってようるさいっすよ早く出てるからもう出てるからって言わないで分かっとるけど今焦らんで焦らんでちょっとマジでうるさかけん早出してくれもう箱のサイズは山野さん一緒ね一緒ね、はい、さあ一発目のすごいよ俺たちちょっともう日がすごいよ俺たちマジっすかマジでちょ今度メールするけんさ同じメールするけん郵便番号教えろって郵便番号分かりましたマジですごいよ最初1日ですそれまでそれまで知らんがな最初1すごいよさあ山野さんに続いて引いたのはゴールドフンドームすごくない俺らこれもう運命じゃない全部これなんてこれでもうお正月は家族親戚でみんなでワッシュワッシュってなるかーって言って3回目はね3回目はないから3回目はないから私行きますねもうそろそろ DS 出しちゃってさこの OGG もう終わらせろよ終わらせたくない大ファンですからすげえな次のやっぱ 3DS ですよねみんな欲しいのね大丈夫よく言わっちゃダメだよまだ 2DS ぐらいにしときな最初はなかなか押させないよ。もう絶対に入ってるので早い者勝ち。大人はね。大人はね。だってほら本当に入ってるかもしれないからね。はい。結構あっさり。あっさり。あっさりいった。ウリさんがねうるさいからね。あ、ちょっとね。三回目は、ね。なんでわかるんですか。さすがですね。どっちに来たかわかるんですか。おじいじといえばもうエブリィ。そうですよね。本当ですか。こっちですか。うん、こっちこっち。結構ねヘビーの音したよ。ほら、ほんとだ箱でかくない大きくないですか箱でかくないあれかも、あれかも、でかい重いやばいやばいやばい重いやばい、電池系電池系ブルル、ブルルもう待てそういうキャラじゃないなに、すぐもうエロいのしかそう違うよ、電池だからこう掃除できるの見えてないけど見えてないけどなになになにはい、ドーンなにLED キャップライトここにつけるやつちょうど俺がかぶってるみたいなこんなキャップのつばにちょんとつけてちょっと待ってなんかねあともう一個ありましたえぇ、来たダブルチャンスコンビニマンえ何それ何それ私コメントできない多機能ツールインドアからアウトドアまで幅広い使用範囲です多機能ツール決定版なんと今回ツーチャンスで出てきましたこれ男の子結構喜ぶよありました2つとかいやあ俺は時計引いて、うん、その後からなんか時計の輪っかみたいな台に乗せる時計の輪っかみたいなすごいすごい時計ホルダーえ何それこれ時計をここにはめてこうショーウィンドウとかにさあ今回の時計こちらねみたいな嘘でしょえみたいなそう知ってますなんかそうプラスチックの輪っか全然あれは付属品じゃないか付属品なんでディスプレイ用の輪っかゴミみたいなやつなんでこれは俺いいじゃんすごくないですか
ね、これでほらもう夜あの山の温さんの自宅にさこれねキモい、キモい、郵便番号、郵便番号1番つってたよ本当危ないこれ危なくはない、危ないこれ、キャップのつばにこう挟むんでしょね、だからチャリンコとか乗るところ手が離せない時とかは釣りとかね、ああいいですね、だからホールドつけりゃいいじゃん目押しの時とかカチッて、ね、おーよー見えるばこれバリバリ見えるばこれっつってカチッすぐ事務所に至急至急、235番台でご遊戯中の女性がちょっと頭おかしな感じになってますホールの中で LED つけてなんかよっしゃよっしゃ言っておりますがどうしますか、至急どうぞみたいな、はい、でもお見事これは使えるね、これは使える、いやいや、もてもて、これも使えます、そうです俺はすごいな、さすがヤマロンさんやるね、さすが俺は、そうだね、やっぱトップを目指して、はい、トップの、トップの段センター2つをダブルチャレンジでどっちがいくか、せーの、あ、こっち行った、左行った、はい、左行ったで、こっちか、なんか週刊少年雑誌みたいな、ドゥドゥッお軽そう、あ、まさかの、お、硬い硬い硬い、まさかの、まさかの、まさかの3回目はないないない、すごいすごいもうだけメールするけんちょっと郵便番号教えて行きます、さあ2回目に引いたまさかエブリンの商品、まさかだよ、はいどうもうやだ嘘でしょ、キモい、キモい、キモい、一緒にされてる、キモい、なんで真似するんですか、そうだよね後で引いたの俺だもんね、バカ野郎、入れた人だ入れた人まさかのだね、はい、まさかの、おじいじい初登場のヤマロンさんが引いた商品と、はい、私おじいじいのエブリが引いた商品全く同じものと、はい、ただ言うよこれじゃなかったからいいよねだからもうちょっと早く来てたらこれが来てたんだ、そうかもしれない、神降臨だったんだよ、惜しい、もう泣きの一回していいですか私いいよいいですか、いいよやっちゃえ、泣きの一回、これ自分、うん、自分のやつですから、いいですか、どうぞ、こう挟まれてるです、はい、上から3番目 VV なんとかみたいな、パワーですみたいな、すごい、素晴らしい絶対持ってない、山リーチ絶対持ってない、山ロン、あ、間違えた、間違えなかった間違えなかった、ダメじゃんあれないよ、あ、お、来た、最後の最後、泣きの一発目、これですよ好きだな、好きだな、もう諦めた、好きだな、これでどこ覗きたいの LED ばっかり、もう俺んちは無理だったから福岡でしたっけこれで減らしますか好きだね、どこ照らすのか知らないけどさ、これも視聴者プレゼントでいいのじゃあまあいろいろ結構ね僕らライト系が多かったので、はい、ぜひ2015年は、うん、もう皆さんねこの応募していただいて当たった方は、うん、さらに明るい未来を照らしてくださいなんつってうまいこと言ってるけどさ、うまいうまいこんな番組じゃないんだよこんな番組じゃない、うまいこと締める番組じゃないすごい、でもじゃあ山野さん締めてください、どうでした初めてのおじいじいは、めっちゃ楽しかったですでも一つ心残りはこれですね、うん、捨てちゃったんだな誰かね、こっちを出したかった、むしろこれ引いたらこれ引いたらもうレギュラー交代だよエブリーからもう次回山野、山野のおじいじいでこれすごいもんね、ということでぜひこちらの方に宛先ありますんでね、お年玉プレゼントということでお送りください、また詳しいのはね、番組の最後でもお知らせすると思いますんでお待ちしてます、ありがとうございました山野さん、ありがとうございました、だけメールするけど郵便番号教えて1って夜たい何番寄らせケチかケチかケチか